俺ね、R1 のトロフィーってあれもらえんのかな。俺家にないのよね。あれはもらわれへんのかな。R1 トロフィーって代々つけてんねや。でもちっちゃいレプリカぐらいくれたらええのにな。結構俺だから好きやね、昔からトロフィーとか好きで、子供にも遺伝すんねん。うちの子もメダルとかトロフィーが好きでね。ほんで他で言うたっけ、ドン・キホーテ行ったら売ってんのよ、ちっちゃいプラスチックので、それを買ってくれって、トロフィーをね、パパに。ほんでな、買って、これはトロフィーっていうのは違うねん、自分お金出して買うもんじゃないねん、これは自分の力で手に入れるもんやねんって言ったら、マジやで、息子店員さんにこれくださいって頼みに行ってお願いしますって自分の力で手に入れようとしばらく見といたっていうのをください、いい、ダメです、ください言うて、大人にな、違う違う、大人になって自分の好きな競技でやったりするもんやでって言うけど、なんや、家にはあるよ、メダルとトロフィー、自分でなんかママに頼んで買ってもらって、それでこうマッサージチェアのね、背もたれ、それがうちのその家では一番高い場所やねんな、マッサージチェアでかい、その背もそこに立ってなんか「ありがとうございます!」ってなんか言うてる、何の大会か分からんけど「やりました!」とか言うて、それがすっごい好きやねんって。